イルがこうしゃがみ中キックをシャカ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 とこうやって飛んだらこの今のサマーソルトですよね、うん、これがいわゆるこの間違えると呼ばれているプレースタイルをこう映像で再現すると、はいはい、どうわざとらしくならないかがポイント。まあそうですね、錬金しつつプロレスしつつクリアしなきゃいけないみたいなね。これ見てほら常に錬金ダイヤか金塊が必ず何かを壊すと出てくる。ゲームの画面を映像と音を、合わせた形でどうやってアニメーションにこう入れ込むか。一番のネックが、フレームと言われているものなんですけども、これはもう想像しちゃいけないやつだって思いながら見てました、現場で。ダメだ、贅沢の極みですね。いや本当にそこまでやんないとダメなんだよな。とゲームファンが喜ぶって言ったら、俺自身もやっぱり、はい、そのかつて遊んでいた声のままだったり今遊んでるものの声のままだと嬉しい。はい、そうですよね、本当に。駄菓子屋は2人の時代にはあった？ありました。ただゲーム筐体があったかって言われたら僕の地域はなかったです。私もなかったです。だから駄菓子屋にあるんだって意外でした。そっか。